神田茶泡番茶とは、徳島県長郡長町と勝浦郡上勝町の特産品となっている乳酸菌発酵茶の総称である。泡番茶や泡番茶と書かれることもあるが、番茶とは使用する茶葉や製法が異なる。泡番茶の由来は以下の説があるが、近世以前に遡って裏付けられる資料はない。夏の土用に茶葉を一枚残らずしごき取り茶摘みかごに入れる。 硬い茶葉をしごき取るために厚手の軍手などをはめて行われ、桶に詰め込む量の茶葉が取れるまで続けられる。摘んだ茶葉を大釜で数分から数十分茹でる。茹で方は直接、押し出し、かご茹での3種類がある。漬け込みまでの工程は連続して行われ、茹で汁は後の漬け込みの段階で使用する。茹でて柔らかくなった茶葉をすり、 後の工程での効果をより出すために、茶葉に傷をつける。かつては、茶すり船を用いた手作業だったが、茶すり船にモーターを取り付けたり、充電器などの道具を用いたりする場合が多い。茶すりをした茶葉を、桶に入れて漬け込み、茶葉の発酵を促す。漬け込む際には、桶に空気が入らないように足で踏み込んだり、縦切れで、ついたりして、茶葉を固め、上から蓋をして密閉し、 重しを乗せて密閉する。そして、茶茹での際に出た茹で汁を注ぎ、茶葉の間の空気を抜き、茹で汁に漬け込む。漬け込む時間は、長町では1から2週間程度が多く、上勝町では2から3週間程度が多い。泡番茶の製造工程において、最も重要な作業となる。桶に漬け込んだ茶葉を取り出して、塊をほぐし、敷物の上に広げて乾燥させる。 屋外で、展示干しにして乾燥させる場合と、ビニールハウス内で乾燥させる場合、それぞれを併用する場合がある。乾燥した茶葉の中から不純物を取り除き、葉、枝、粉の別に、さらに葉は、大きさ別に分け、出荷できる状態にする。血糖値の上昇抑制、成長作用をはじめ、 花粉症や鼻炎などのアレルギーの発症を医薬品とは異なるアプローチで和らげる等の研究がある。神田茶の里仕様産地は、夏季の2カ所であり、それぞれ地域、集落名を関して販売している。2018年3月8日、阿波番茶が愛媛県の石頭黒茶や高知県の五石茶とともに、四国産地の発酵茶の製造技術として、食文化で、 初めて記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選択される。この選択を受け、徳島県は2018年4月から2020年3月まで国庫補助事業として、阿波の食文化阿波番茶製造技術調査事業を実施した。2019年6月13日、徳島県上勝町が黄金色に香る、上勝波番茶を活用した。 加工群及び着地型観光を応援する、ふるさと名物として、中小企業地域資源活用促進法に規定する、ふるさと名物応援宣言をした。新芽の時期からずれるのは、山間部の稲作は、水温の都合で通常より遅れる傾向にあり、稲作を優先させると、新芽の茶摘みができなかったためである。ボロ布を裂いて、指にぐるぐる巻きにしたり、 手袋に針金を巻いたりする場合もある。長丁では、釜が大きいため時間をかけて茹でる傾向があるが、上勝町では5分以内の早茹でとなる傾向がある。ありがとうございます。